こんにちは、トリカラチャンネルです。こちらはヨーロッパイエコオロギの幼虫。卵から孵化してちょうど5週間。ばらつきはありますが、体長はおよそ1センチメートル。5例か6例幼虫といったところでしょうか。ちびかなヘビくんたちにとっては餌としてちょうどいい大きさかもしれません。でもイエコって成長が早いからな。大きくなりすぎるとカナヘビの餌として使えねえんだよな。もちろんこのイエコが成虫になればまた卵を産んで小さいコオロギがストックできるけど、その間別の餌でつながないといけないし、生き餌の管理も楽じゃないぜ。小さい餌問題、小さいサイズの爬虫類を飼う際の難点の一つですね。この床に敷き詰められているもみ殻みたいなやつ、これ全部イエコの脱皮殻なんです。おびただしい数の脱皮殻、床材の一部としてちょうど良さそうだから放置してます。昆虫ゼリーを与えても平気なサイズになったので、孵化直後の頃と比べて飼育がとても楽です。こちらはヨーロッパイエコオロギの成虫。この成虫たちが孵化したのがだいたい4ヶ月前。もう産卵も終えてカメやハムスターの餌用にストックしていたのですが、イエコの寿命を把握したくなったので生涯飼育に切り替えました。孵化してから4ヶ月、メスばっかりが生き残っています。オスたちはほとんどが力尽きました。孵化から3ヶ月半ほどで多くのオスが寿命を迎えたみたいです。メスたちもすっかり機敏さを失い死期が近いように思えます。メスの中にもオスたちと同時期に亡くなってしまった子が何匹もいます。成虫になるまで2ヶ月前後。あまり長くは生きれないようですね。死んでしまったイエコはミルワームの餌になります。うちで育てた餌用昆虫、1匹たりとも無駄にはしないつもりです。というわけで、今回の動画はこれで終了です。